お話ししましょう、普通に。私とお話ししましょう、あなた。それで何も問題ないぞ。いけ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 、うん、ちょっと今日はドタバタしていて、あまりラビリンスを触れなかったので、今代わりに頑張っています。でもね、私のよくあるのはリング使うじゃないですか。5分間わーってやるじゃないですか。なんかそういう時に限ってめっちゃ激レアとか来るの。もういいっていいってと思って、プンプンですよ。いいよ君はもうと思って、あ、ミスった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 、あ、ミスったミスった、はあ、やってしまった。すごいなんか旗振り回された。もうあれ何なんですかね、もう嫌がらせですかって聞きたくなるんですけど、今でも割と調子いいですね。まったく何してくれてるんですかと思って、やれやれという感じですよ。あと急ぎすぎるとなんか画面バブりがち。よし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 、いけ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 、突撃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 、今もね、あのラビリンスっていうゲームをしています。ゲーム配信ですね。まあ今じゃあどういう状況と言いますと、今私ボタンを押しまして、あと6万3000ポイントで倒せなかったっていう時です。今は撃退するのボタンがうまく押せない時ですね。勝ちました。じゃんじゃんいきますよ。ねえ、めっちゃ調子いい。マジで全然いいじゃんいいじゃんいいじゃんって感じ。わあ、頑張れ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 、ちょっとマジでマジでマジで頑張れ。とりあえず息しよう。ふう。とりあえず息させてもらって、一旦落ち着こう一旦落ち着こうみたいな。やっぱね、落ち着くのマジで大事なんですよ。そう、全てはね、落ち着くか落ち着かないかで決まるんですよね。いやあ、強い強い。あ、もう終わったわ。さすがに3秒じゃもう無理やろ。いやー、頑張りましたと。はい、5分経ちました。5分経ってますよね、こういう風にやってると。
喉乾いた。マジ暑い。暑いよね。夜でもさ暑くてさ、もうやれやれって感じ。ここからのんびりやろうと思います。マジで虹色仮面は本当に一回も来ないよ。それで言うとマジで一回も会ってないです。なんで、ねえ、どうして来ないの。マッチで来ない。あれあれって SA 持ってないとダメなんだっけ。それ違うよね。それなんとか姫だけだもんね。ねえ、本当に来ないんだけど。マジ嫌われてる説全然あります、虹色仮面さんから。マジでどこにいんのって感じ。本当にいない、本当にいないの。びっくりする。多分この同じ時間に一人しかいないなと思ったから、多分ミッキーさんなんよね。ミッキーさんもさ一人しかおらんやん。だから一気にいろんなとこ行けないやん。多分そういうことなんよ。朝やっても昼やっても夕方やっても夜やってもいないんだけど。マジでどこいんの。夜中に行ってもいないです。あとね、悲しかったのはね、私がね、行動力を回復したので、ちょっとずつこう下がり始めた頃にランクアップした。あーと思った。うわっ、さっき来てくれたら私1個使わなくて済んだのにと。そういうことあるよね。もったいないよねあれね。詰まった。あれ読んでなかった、ギフト。白熊さんハートありがとうございます。ニコラスさんラブありがとうございます。フランさんかわいいありがとうございます。ニコラスさん線香花火ありがとうございます。フランさんファイトありがとうございます。そうなのよね、あれマジ悩みで。最近の プンス私もそう思う。今日が2日か。もう2日になってしまう。本当にマッチで、はい、汗汗って感じ。早いよね。ボサボサすいませんね、こんな、ああ、うん、こんなボサボサです。化粧もして、眉毛を描きました、リップ塗りました。そんな適当な私の顔ですみません。
バジャドラが緊張するな。葵ちゃんさん可愛い、ありがとうございます。それが今ねちょっと引っかかっております。村上若菜さん素敵ですって村上若菜さんに言われました。あんま嬉しくない。なんでお前やねん。よくわかんないけどサポートメンバーみたいなやつ自分にしちゃったんですよ。よくわかんなくて、したらずっと村上若菜さんが私を応援してきて本当にやめてくださいって感じ。勘弁して。このカメリアタイム、今カメリアタイムだから消さない。このカメリアタイム消す。あーすごいめっちゃ残ってた。ふんふん。愛をもっとちょうだい。面白いパジャドラ始まるよっていうツイートの引用リツイートが面白い。すごい、誰々は誰ポジ。面白いな、みんなって。やっぱってのもあるけど。孔明さん音符ありがとうございます。すごいガビガビの音符。ロックンロールですね。すごい、なんかアイドルの方が行きたいなとか。やだ、くるみ好きそうやな。かわいい。最近さ、みんながさ、こうあれが変わったからアイコンを変えてるわけですよ。それが可愛くて私も変えてるんですけど、みんな可愛いなと思って。すごい。あとさ、みんながさユニット予想とかしてんの見てさ、まあ、合ってたり外れてたりいろいろあるじゃないですか。あーそっか、みんなこういう風なイメージなんだなーと思って見ました。お、380日です。昨日できなくてすみません。昨日って何だったっけ。あれ昨日だっけ。あれ何が何日なんだ。昨日って 何してたの。私公演か。ニコラスさん拍手ありがとうございます。たまたま昨日元気なかったのかな。公演してたんだっけ。あ、昨日公演してたんだ。だからもう、あーってなっちゃったんだよね。そう、リコピさんもね、ツイートしてるんだけど、公演終わった後に、みんなでサクトビ歌ったんですよ。面白かったな。なんか、絶対どこにも出さないのに、なんか DMM の方とかもカメラ回してくださってて、
新しいマネージャー、新しいマネージャーさんとさって今までもずっといたんだけど、新しくチームメイト担当になるマネージャーさんもね、ビデオ回してくださって、優しいなって思った。みんな、葵ちゃんさん音符ありがとうございます。悲しかった。お姉さん、じゃない、知らんけど、別にみんなに言うことでもないんじゃない？知らないけど。知らんけど。まあでもうちらには言ってくれましたからね、さっき。それでいいんじゃない？まあ、私がもしマネージャーっていう立場だったら絶対顔出したくないもんそんなもんなんじゃないですか、わかんない、人それぞれだけどさ、絶対 HKT に入ってなかったら世の中に自分の顔晒す日なんて絶対なかったし、あたいはそういうタイプじゃないのです。となんか影でひっそり生きていきたいタイプなんです。何を間違ってここに来たのか私にもよくわかりません。なぜかアイドルなんか始めてしまいました。なぜだろう、はてなはてなって感じ。ふい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 、温泉行きたいな、もうなんかゴロゴロしたい、ゴロゴロっとしてもふわーってしたいです。はい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 、あとなんかよくわからん、なんか山にあるなんか貸別荘みたいなとこに行って、露天風呂に入ってラムネ飲んで寝て、朝起きて川魚食べて、朝風呂入って寝て、お昼ご飯食べて寝て、また露天風呂入って夜ご飯食べて寝てっていう、もうグダ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 した日々を過ごしたい。今そういうのめっちゃ需要あるらしいね。いやずっと前からあると思うよ、知らないけど。もう本当にそんなね
旅行先でいっぱいつめつめしたって大変なのよ。それはそれでいいんだけどね。こう友達と行くときはさ、まあいろんな場所に行ったりいろんなことしたり楽しいと思うけど、一人とか家族だったらもういい、ずっとゴロ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 するだけでいいと思うね。と大人になって思いました。昔だったら絶対もっとね、遊びたい遊びたい遊びたいっていうふうに思っていたと思う。私だってきっと覚えてないけど、インスタを開くとさ、メンバーの皆様の浴衣がたくさん入ってきてとっても嬉しいですね。ありがたい。とてもありがたいです。最高。あれだよね、浴衣はさ、あのあれじゃない、こう非日常感がいいよね多分。そういうことなんでしょ。あとよくわかんないけど、うなじが好きなんでしょ。これに関してはごめんだけど、マジで謎なんだよね。ほんと理解できない。いや皮膚やんみたいな、一緒やねみたいなそう、浴衣を着て髪の毛を上げた時のうなじが好きみたいな、バリ謎。大阪のターさんさん、音符ありがとうございます。マジで何がいいのか本当に分からん。うなじに関しては何見せられてんのって思わないのかなって思っちゃう一緒じゃない。何がいいんだろうね。ちょっと本当にね、多分一生分かり合えない議題ランキングトップ10に入ると思う。うなじ好き、マジ分からん。え、本当一緒じゃない。なんか分かんない、うなじの特別感が分かんなくて。生え際、生え際が好きなのみんな生え際なんかどこにでも見えるよね普段見れないとこ だからかね。別にさ、普段見えないかでもなくない。まあみんなだって、いやつむじ好きですかってなったら、つむじはいいやって思うでしょ。私からしたらつむじとうなじは一緒。マジ一緒、イコール。だって一緒やん。 毛の生えてるとこでしょ、毛の入り口やん。だしほら、なんか普段見えない、まあつむじとか普段見えないよね。髪の毛の中で埋もれてるわけだからさ、そんなこうつむじかき分けてさ、うわつむじだならんよ。一緒よ、同じと鬼手から見えるうなじが艶っぽい。艶っぽいが一番わからない。いや皮膚皮膚、本当に面白いんだ。謎です本当に面白い。でもさ、それは結構男性が女性に思うことが多いじゃないですか。まあ女性が男性に思うこともあるのかもしれないけど、まあ知らんけど。そこは大阪のターさんさん、線香花火ありがとうございます。でさ、私まだ分かんないのあるよ。あの女の子目線、うん、結構多いのがさ、なんか男の人のなんかこの腕のここら辺が好きみたいな人多くない、女の子で。いや分からん分からん。さ、なんだろう、自分と違うから好きって、まあそれはまだ分かる。いや腕自分にもあるやんみたいなまあそれに関して同じの方がまだ分かる。だって自分の同じなんて見えないもんね。だから特別感があるのかもしれない。いや腕は自分の見りゃいいやんみたいな本当に分かんないの。そういうなんか なんとかフェチみたいなやつ、マジ私多分ないフェチなんだよね。普通フェチです。あの普通が一番。ここの腕のさ、なんか何が血管がいい、そう血管がいいって人多くない。いや分からん分からんと思って。しかもそんな見えんしね、血管って。一緒じゃない、分からん分からんと思って。手が
綺麗な人がいい。それはまだわかる。確かに、まああのほらあるじゃない、ネイルサロンとかのさ、手のモデルさんとかもいるんだよね。それはわかる。だから手が綺麗までわかる。腕、いやわからん、何が違うん自分と、と思って。そういう細かい好み、本当に私は本当できれば皮膚とか見せないでほしいタイプなので、あの露出がね少なければ少ないほどいいタイプだから、私なんだ、 何フェチなんだ、布フェチ、むしろ服フェチなんです。そうそう、嫌じゃん、なんか、あ、生きてるんだって思いたくないから、私あんまそのね、なんか他人のさ、なんか腕とか見たくないんですよ、できれば。だから本当にわからんと思って、そんな血管、まあ、見えるけどね、言われてみたら、わからんわからん。喉仏、まあ喉仏まだ、じゃあ女の子からしたら女の子ないっていうよね、喉仏だから、まあまだ、まあまだわかるわ、一緒やけど、私からしたら。ちょっと試しに後ろ向いて髪だけ上げてみて、いいけどカメラ押さえるよ、私嫌だもん、理解できないものに対して付き合っていくの嫌だし、後ろ向くのもめんどくさいから嫌です。別に怖いとことかに見えんじゃないの、知らんけど、いや、なんか気持ち悪いもん怖いもん、そういうの。男の人のどこに惹かれる、男の人のどこに惹かれるかな、ないかも、あんま惹かれん、分からん。これは私が今アイドルだっていう自覚のもとそうなってるのかもしれない。でも私はそうですね、あの人間味がない人の方が好きですね。人間であればあるほどあんま好きじゃないです。うん、なんか 近づきたくないなって、仲良くなりたくないなって思う。そういうなんか、なんだろうね、嫌ね、まあ、人間味があふれる人好きじゃないやば、あの露出の少ない人が好きです、私は。できればね、あのずっと長袖長ズボンでいてほしいんですけど、さすがにね、ちょっと夏とか今とかきついですよね。まあしょうがないと思います。透明になりますだって、透明になっちゃダメだ、さすがに。服着てくれればいいや、とりあえずちゃんと厚着してほしい。体型がわからないくらいの服を着てほしい。これだ、それでよろしくお願いします。いや、多分私は筋肉フェチみたいなやつじゃないんですよ。なくていいっていうか、別にいらないかなみたいな。あ、別にあってもいいと思うんですけど、それ人それぞれなんで、まあ、生きていくわけで筋肉大事だし、まあ、別にあってもいいんですけど、欲しいなとか思わないね。だからどこに惹かれるんだろう、声かな、声。私多分昔からアイメとか好きなんで、だからまあ何フェチかって言われて、私は C っていうのであれば声フェチですね。これでいきましょう、いい結論、ザ・無難。人間結構声大事だと思うんですよね。なのでええ声がいいと思いますね、かな。でも別に惹かれはしないですけど、引きはするけど惹かれはしないって感じ。うわーと思うけど、おーともならんみたいな、ね、でも私は本当理解できない。だからとりあえず理解できないことランキングトップ10に入るのは、うなじの良さと腕の良さ、これマジわからんね。大仕事、何がいいとマジで。でも急須じゃないですか、うなじとか。だから私絶対見せたくないんだからと思って、なんか信用できなくない、おなじみしてとか言って、いいよとか言って、ここ殴られたらどうすんだろうとか思っちゃう。でもおなじみしてってちょっとキモくない、そんなこと言われたら、何ちょっと気持ち悪いって思うよね直接さ、こうやっておしゃべりしててさ、わーって盛り上がってさ、ねえねえおなじみしてって言ったら、ちょっと待ってキモって、この人もしかしてめっちゃ変態なんじゃない、それか私の命を狙ってるのってなると思います。
でもさ、まだ腕見してはさ、結構ハードル低いよね。腕見していいよ。ウイクロ結構良くない？まだ楽だよね。ハードル低めですね、そっちの方が。やだな、でもまだまだ見してって言われてさ、いいよとか言ってさ、パーとか言って見せれなくない？なんか、え、何突然って絶対なっちゃうと思う。って思います。ね、なんかわかんない、歯見してとかさ、嫌じゃない絶対。え、絶対嫌なんだかってなっちゃう私。まあ歯はさ矯正とかで変わっちゃうから、歯が、あなたの歯が好きで付き合いたいと思ってますとかそんな人いないと思うけど、いるのかな。ちょっとそれ怖くない？歯が好きでとか何を持って歯が好きなんですかとか絶対なっちゃうと思う。でも刃が好きとかあるよね。これまだわかるかな。刃はなんかまあわかります、ちょっと可愛いなと私も思う。わかるけど、あなたの歯が好きですこうやったら怖いよね。なんか歯抜かれそうじゃん、いつの間にか。やだ、皆さん気をつけてください。多分なんかなんだろう、でもさ、ちょっと悪くない？うなじの良さがさ、普段見えないとこならさ、みんな歯も好きってこと？歯も普段見えなくない？あんまりよく。いや、このさ、よく見えない部分が好きみたいなやつは危険だよ。危険思考、危険思考。前歯出てる子が好きって人は友達にいます。おお、結構限定されるくない？それ何が言っちゃろ。いた、分からんね、難しいよね。でもさ、実際さ、じゃそのお友達の人もさ、今までの恋人さんとか好きな人はさ、全員前歯が出てるかって、そういうわけでもないんだよね意外と。なんかそういう風に言いますね。私の友達とかさ、めっちゃなんとか部の人が好きとか言って、全然違う人と付き合っててさ、え、あんたの好み何部って言ってたじゃんみたいなこととか超思ったことある。意外と好みとさ、実際って違ったりするって言いますよね。身長は何センチ以上が良くてとかさ、その人の足は大体前は出てます。すごすぎる、それは本物だ。バイメガネ好き、メガネね。まあでもメガネ姿がいいっていうのはなんだろうね、オフ感みたいな感じなんですかね。私はメガネ好きかな。メガネね、なんとも思わないかもしれない。目が悪いんだなくらいしか思わないかも。でもアニメキャラはメガネかけてる人かっこいいみたいなルールありますよね。あの、多分そういうことなんです。メガネかけててかっこよくないとちょっと違う方向、イケメンキャラみたいな感じにならないので、メガネはかっこいいアイテムとしてよく使われる気がしますね。私もほら、あの子キリッとした時にメガネ光ったりするじゃないですか。でもメガネ外してめっちゃかっこいいとか、メガネ外してめっちゃかわいいとかありますよね。だから多分ギャップですね。メガネ好きさんはギャップが好きなのではないかと推測。ないな、そのアイテムないな。でもさ、私の今まで生きてきた中でさ、高校生やんね、ほぼ。そんなさ、アイテムいっぱいないやん、高校生なんて。制服決まっとうし、大体ないよね、あんまり。このアイテムが好きです、それこそほんとメガネしかなくない？何が服装系いたら、あ、でもスーツ好きな女の子とかいますよね、結構。だからさ、あの、よくアニメキャラがスーツ着させられたりとかしてるイメージ。スーツとかタキシードとかそういうのを着させられてるイメージです。そういうのが人気ってことですよね。でも結構男の子のキャラでも浴衣を着させられてるのよく見ますね。女の子はね、夏はね、やっぱ水着派浴衣派で分かれているというか、まあ両方とも行きたいなというタイプもいるだろうし、みたいな。フラーさん、ハートありがとうございます。女の子はね、多いんです、衣装着させられてるなっていう衣装。あの、何ですか、アニメのキャラってさ、大体同じような服着てるじゃん、いつも。でもさ、
時々グッズでさ全然違うさ衣装を着たアクスターとか売られるわけですよ。そういうので多いのはやっぱ女の子は、まあ、大体水着か浴衣かあとドレスウェディングドレスみたいな6月になったらですかね。それが多いイメージですね。結局なんか夏人気のやつはね6から8くらいにかけてみんな忙しいねって思うね。他なんかあるかな女の子の服。ないかも。え、なんかあるかな。まあ、あとコスプレ系この大よく着てるイメージですね。やれやれという感じです。もう皆さん分かりやすいんだから好みが、好みがとっても分かりやすいですね。なんかあんまないのかもね。女の子ってあんま服装とかでないのかもね。むずいわ。やっぱ男の人はスーツ着てるイメージしかないな。他なんかあるかな。なんかコート着てるイメージ。冬になったら私服にコートついてる。コートとマフラー。他なんかあるかな。そんくらいしか思いつかない。あんま男の子の水着とか見たことないですね。多分誰もあんま見たくないんだと思います。そういうのじゃないですみたいな感じなんじゃないかな多分。あんま見たことないよ。そんな男の子たちが海パンのなんか変なアクスタとかあんま見たことない。服着とうねほとんど。やっぱそういうことなんですよ。私だから多分やっぱ普通なのやっぱ服着てほしいと思ってんだよみんな。そういえば若にゃんラビリンス1位だったけど何かあった。何かあった。何もないけど別に。何どういうこと。見返りってことないけど。はい、何かあったって別に何も提出されてなかったですよね。1位になったら何があるとか。ちょっとごめんなさい。何かあったって何が、何の話の何があった。はてな、はてなって感じですね。まあ、ちょっとよくわかんないんで。そんな感じです。かなぁ。他なんかあるかなぁ。まあ、浴衣はね、確かに着てるイメージはある。あ、な。え、本当にない。イメージがつかない。そんなもんだな。うん、冬服でコートを着るくらい男の子はのイメージですね。わかんない。アニメキャラなので現実の男の子はまたちょっと違う需要があるのかもしれないです。そう、そこちょっと謎ですね。でもね、あのアニメの男の子で腹筋ない男の子なんかマジでいないよね。何があって1位になったのという意味かもしれない。何があって1位になったの。みんなが投票してくれたからなんですけど、多分この聞いてきた人はじゃあ全く興味がないんでしょうね私に。そう、あれはねみんなが投票をしてくれたからの1位なんですけど、そういうことですけど、そんなこと私に聞かなくても分かりません。私に聞かなくてもそこまで分かるよね多分。そうそうだって。え、そんなこと人に聞かなきゃ分からないの。普通に投票したから1位なんだなってならないの。よりわからん。ガチでわからん。あー、何、私がなんか言ったかってこと。今投票しろとか別に言ってないですけど、なんか普通にみんなが頑張ってくれたんじゃない。そういうことなんじゃない。なんかあれだよ多分、自分が見下してる人間がさ、なんか思ってたのと違ったから、はあなんでってなったんじゃない。そういうことだと思うよ。そういうことだよ。はい、なので別にって感じな。はにゃって感じです。はにゃ。そうですね、別に何ですか。私は何もすごくないんですけど、私のファンの皆さんが頑張ってくれたというだけであって、あなたは私を見下しているというだけです。はい、終わり。そうなんですよね。だからね、服って
というものでですね、あまり好みが変わらないのではないかなと思います。あ、でも確かにメガネ全員かけるとかありそう。グッズとかで。ちょっとマジで分からんけど、なんか合いそうな気がする、確かに。さあ、あと男の子はね、なんか水着着てもシャツ羽織っとるよ。なんか海背景でもみんなアロハシャツ着とるね。派手の。派手な。なんかこうキャラクターこの色だよねみたいな色のアロハシャツ着てるイメージある。あ、いけたな、いけたな。見下してないよ、びっくりしただけだよ。だってじゃあそれでいいんじゃないもう何でもいいよ。なんか何ですかね、普通の人はそういうこと聞いてこないと思う。普通に生きていたらなんだろう、なんかそういう嫌な言い方をしないんじゃないかな。多分不快にさしたいという気持ちがあるんじゃない、心のどこかで。わからないけど、パリピじゃないんだアロハはな。確かに。でも私アロハシャツ一回くらい着てみたいな。楽しそうじゃない、なんか楽しんでる感あるよね。まずさ、やっぱなんだっけ、形から入るとか言うじゃない。だからやっぱ夏その南国に行ったらさ、まずそういう派手な服を着て、なんかこう見た目からまず楽しもうみたいな。あのなんかつけてね、レイだっけ、お花の髪飾りじゃない、長いネックレスみたいなやつをつけてさ、なんかこう私今楽しんでるんだって鏡を見た瞬間に分かるくらいのレベルのさ形から入ると私より楽しめると思います。生写真になりそうやけどね。昔アイヤの、あのアイヤさんのラビリンスの写真撮った気がする。アロハシャツに短パン、めっちゃ夏だって思った記憶ある。なんかあの時すごくね、カメラマンさんがね上手に撮ってくださって、めっちゃ足長くて漏れたんですよね、あれ。あれ嬉しかったな。え、めっちゃ漏れてんじゃんと思って、めっちゃスタイルよく見えるんですけど、ありがとうございますって思った記憶ありますね。まあでもさっきの話なんですけど、なんかね、なんかなんですか、ハスに構えた見方をする人というのはどこにでもいるじゃないですか。それはしょうがないことなんだなって私は思うようになりました、今回の一件で。なんですかね、そういう意地悪な見方をしないでほしいですね。そんな意外と世界の人たちって何も考えずに生きてると思うよって私は言いたい、そういう人たちに対して。意外ともっと何も考えてないんじゃない。パてか私のさ昔のさ顔見るとさ、マジ赤ちゃんすぎてびっくりするんだよね。なんかさ、じゃあ子供なんだよね、顔が大人になったなと思うよ。なんか昔からさ、あんま顔が変わらないって私言われ続けてたのね。今日まではちょっと思ったな。キャー、待って、気持ち悪い広告踏んだ、最悪です。結構あんま顔が変わらないって言われてて、私はずっと、いや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 違くないと思って、私全然顔違うじゃん、変わってるよってずっと思ってたんだけど、最近みんなに言われるようになったの。なんか、え、昔めっちゃ赤ちゃんだねみたいな、やっと気づいてくれましたかと。そうなんです、私成長しちゃってるんです、顔と思って、大人になってるんですよって思って。まあそりゃさ4年5年、どっちだ、4年か5年か経てばさ、それ顔も変わるわ、大人になるわと思って。でもすっぴん変わんないよね、あんまり。ちょっと嫌なんだよ、本当に。大人になっちゃった私。
キャピンキャピン。そう、なんで昔まで私顔変わらないって。あ、メンバーにね、あの本の人とそんな話しないけど、メンバーにさ、私顔変わったくないとか言うとマジで変わらんよってずっと呼ばれてたんだけど、最近メンバーにもね、この写真が赤ちゃんすぎるとか、リノがめっちゃ笑ってくるの。リノがめっちゃ私を最近いじるのよ。当たり強いのよね、リノ。いいけど全然。そう、それでリノにさ、これめっちゃ赤ちゃんじゃんって言われるの。リノの浴衣めっちゃギャルだったな。ギャル姉さんだった。ツーショット撮ったから載せるね。本当にね、ギャル姉さんとなんかクラスの委員長の写真みたいな感じなの。本当にそうなの、本当にそうなの。なんでこの二人仲いいんだろうって絶対思うもん。後でツイッター、あ、明日かもしれないけど載せるので見てください。本当にクラスのギャルとクラス委員のツーショットみたいな感じなんでね、本当に面白い。リノは髪の毛染めたのもでかいと思う。やっぱ髪の毛染めると印象一気にパッて変わりますよね。本当にやばい。しかもリノってなんかポーズがギャルなんだよね。ネイルもすばん、昨日キラキラのギャルネイルしてました。だからギャルなんです。私はスズメだから、より真面目ちゃん。髪の毛黒いし、私ストレートでリノお団子で、本当にね、なんか面白い。クラスの真反対女って感じです。おもろ。でも写真最近いっぱい撮ったので、どれをインスタに載せようか、ツイッターに載せようか、メールに送ろうか考え中でござんす。いっぱいあると逆にもったいなくて載せられなくて、時期を逃すってこと私結構あるので、気をつけたいと思います。きゃー、よし、そろそろ終わりにしよう。なんかいつの間にかたくさん喋ってしまっていた。びっくりびっくり。え、私いつから始めたっけ。11時くらいから始めたよね。なんかすごい30分くらいの予定だったのに、すごいたくさん配信しちゃいました。よし、そろそろ終わりにしましょう。ランキング読みます。13位ふかさん、ありがとうございます。12位エスゾーさん、ありがとうございます。11位トミョさん、ありがとうございます。10位ニシプーさん、ありがとうございます。9位クリスタルさん、ありがとうございます。8位がゆかりんさん、ありがとうございます。7位がミニさん、ありがとうございます。6位がエウリカさん、ありがとうございます。5位がフランさん、ありがとうございます。4位あおいちゃんさん、ありがとうございます。3位しろくまさん、ありがとうございます。2位が大阪のターさんさん、ありがとうございます。1位がニコラスさん、ありがとうございます。それでは皆様、今日もお疲れ様でした。もう終わるね、カミレアもね。それでは皆様、たくさん目を休めてください。明日もよろしくお願いします。はい、それでは皆様さようなら。あ、そうだ、8月もよろしくお願いします。バイバイ、おやすみね、グッバイ。